プレッシャーワード。ここが俺の限界か。逃げたい。ダメかも。怖い。でも、やるしかない。チャレンジにリスクはつきものだ。引退バカんじゃねえよ。何度倒れたって必ず起き上がって進め。前へ。東京海上日動は東京オリンピックパラリンピックを応援します。はい、お団子と挑戦状。今ポケットに入れたハンカチ受けて立つ。横で入れて、おお、そう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 、繊維一本一本から徹底クレンジング。白いスーパーナロックス当たる。アロマリッチ。生まれたてのみずみずしい香り続く。アロマリッチ。髪の毛。アルヒトシアルヒトキエダノショルトエカシポクロガリスエダノコリト。彼女の真っ直ぐなフランス人だ。そして泣き虫だ。オランジーナ、フランスから。うまくいったかい。クッション先生、ご飯食べる。バイモバイルが1980円。マジですか。作りたてが一番美味しいので、その場で食べていくのがおすすめです。
サクサクで塩を引いててとても美味しいです。2匹目はありますね。みんなに全員とおすすめですね。味付けが塩、醤油、マヨネーズ、カレーチーズ、ペペロンチーノ。頭から、めちゃくちゃ美味しい。これ全部カリ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 、骨全然気にならない。なんかすごい大会にも出てますよ。全国のカラーグランプリと全国のカラーグランプリで2年連続受賞してる。お最高金賞と金賞取ってる。すごいと言ってる間に、次行きましょう。早いよ。どんどん行きます。お次はイクラでしか始まえない子供に人気のあのグルメ。続いて4位はカルビキッチンです。うわ見て、じゃがりこも蓋売ってる。欲しい。おえ限定だって。蓋いる逆に。高速道路に初出店されたカルビーのお店からあのお菓子を使った一風変わったグルメが登場。この商品、海老名サービスエリアの限定商品。カルビーさんの、ポテトチップのハンバーガー。パンが柔らかいんですけど、中のポテトチップがすごいサクサクで、感触が面白くて、美味しいです。気になるその中身は？ポテトチップスだ、本当に。ほら。すごい海苔塩の香り。でもちょっとマヨネーズの香りも。こちらは3人そろって一口。私めちゃめちゃ好きこれ。サンドイッチみたい。ザク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 、ここまでザクっていう、うん、一口のザクっていうの気持ちいいね、うん、このザクザク感はここで食べないと出ないかも。あ、そうだね、うん、あ、ブレッチェンこれちゃんと美味しいね。すごい辛気がついてて、うん、もうチーズがいいアクセントだわさ。うん、なんかもう逆にお腹空いてきたもんな。めっちゃ美味しい。誰とも早くない。従業員のおすすめ。続いて第3位はキッチンデミグラ。オムライスなどが定番の中でお店の人気、売り上げともにナンバーワンなのがロールカツカレーでございます。美味しそう。すごい。サバミ豚の肩ロースをくるっと巻いて二度揚げ。これで外はカリカリ、中はジューシーなロールカツに。総重量は大満足の 550g。 1日100食を売り上げる超人気メニュー。どうよ。あ、すごいジューシー。うわ、油が立ってる。熱々大きなカツを。そうでしょ。そんな順位つくの。やばい、やばい。すごいジューシー。肉質が柔らかくてコクのある脂身が特徴のサガミ豚の肩ロースを使った売り上げナンバーワンの部分です。この辺ですね。あ、分かりやすいなっちゃう。痩せたいですか？いずれね、膝が粉々になる前に痩せなきゃいけない時期を来ると思うから。でも今何目指してるんですか？90代。いや、私はあと2キロぐらいかな。いや、もっと痩せろよ。ここまでハッピーに加え、買い食いもしてきたギャルゾーン。完食総重量は同期の極戦。すごい、今すごいちょっとほっこりしてる。見えたのがほっこりしてるけど。で、それ食べると出ますよ、お腹は。食べ過ぎのせいかな、ちょっとスーパーフライに見えてきた。全然見えない。ただけど、同じシンパシー感じる。サービスエリア第2位は米楽から。発芽米をブレンドしたこだわりのお米で作るおにぎりが評判のお店ですが、おにぎり以上の人気で行列を作るほどのメニューが。鮭とりくよの親子茶漬けです。絶対美味しい。だしの香りがすごいいい。あ、おだしなんだこれ。私も行きたい気がする。行きたい。え、まだ行けるの？そういうちゃんが言うことじゃないよ。いや、もうこのお出汁だけで美味しそう、うん、あ、美味しい。あー
美味しい。美味しい。だし。実はこのだしにもあるこだわりが隠されているという。そのお味は？あ、美味しい。